あなたのまだ知らない楽しいがきっと見つかるユンチャンネル。はい、こんばんは、ユンです。ロックンだよ。ご無沙汰しておりました。すいません、失踪したわけじゃないです。結構久しぶりになるかな、2週間ぐらい空いちゃったかな。ごめんなさい。こいつのせいです。8番ダイバー、これまあ前々から積んでたんですけど、読み出したら止まんなくなっちゃって、ずっとこれ読んでました。これまた違う機会でご紹介したいなと思います。これめちゃくちゃ面白かったです。で、久々っていうのでごめんなさい、今日はおすすめ漫画じゃなくて購入漫画紹介にさせてください。と言ってもね、何冊だろう、7冊今日購入漫画紹介したいと思います。で、まず1冊目早速いっちゃいますね。じゃじゃん、リインカーネーションの花弁の18巻です。これちょいちょい今日の戦果とかでもご紹介してるんですけど、異能力バトル漫画で、よく私が対比で出すのが、なんだっけ、文豪スレイドックス、あれが文豪小説家のね能力を引っ張ってくるっていう作品だったと思うんですけど、このリンカネは過去の偉人から能力を引っ張ってくる、それにちなんだ能力が使えるっていうので、わかりやすいのだとアイザック・サー・ニュートンだと万有引力っていうので重力を操れる能力を持ってたりだとか、そんなもう抜群に熱い異能力バトル漫画なので、過去の偉人が好きな人なんかにはめちゃくちゃ刺さると思うし、で、その過去の偉人、二つ名がついてるんだよ。その二つ名がね、またかっこいい。ちょっと中二心くすぐる。そんな二つ名がついてて、なおかつその能力がみんなかっこいい。で、見てるとね、あ、こんな人いたんだっていう、知らない偉人とかも出てきたりして、で、それをね、また調べるのが楽しい。あ、これはこういう人だからこういう能力を持ってたんだっていうのがね、知らず知らず過去の偉人好きになっちゃう、そんな作品で、この18巻だよ。帯、さよならノイマン。ごめんね、これ喋ってるだけでもちょっと泣きそうになるんだけど、めちゃくちゃ良かった。このノイマンっていう、実際に20世紀かに存在した数学者で、現在のパソコンの生みの親と言われている数学者です。の能力を持ったこのノイマン、さよなら、めちゃくちゃ泣けた。これね、読んだことない方はぜひ読んでほしい。バトル漫画を好きな方だとか、で、過去の偉人とかね、そういうのが好きな方、ぜひ、めちゃくちゃおすすめ。で、お次。じゃじゃん。無能なナナの11巻です。これはね、サイキックミステリーといった感じ。ミステリー漫画なんだ。何か事件が起きて、それをどんどん紐解いていくっていうお話になるんですけど、ただのミステリーじゃなくてサイキックミステリー。というのも、この世界だと超能力があって、それを駆使した事件がね起こるんだよ。なので普通に謎解いてきゃいいだけじゃなくて、で、基本的にね、能力者って自分の能力がバレたら不利になるから隠してるんだよ。で、多分この能力を持ってると思われるからこのトリックが成立するとか、いろいろね、考えさせられる、まあ、考察がはかどる、そんなミステリーになってます。
なのでミステリー好き、それこそコナン君とかね、好きな方にはおすすめかな。ただのミステリーじゃない、サイキックミステリーっていうので一つさらに新しい要素がプラスされた、そんな極上のミステリー作品になります。でお次、じゃじゃん、美女の女王の4巻です。これはもう壮大な歴史大河といった作品。実際にいつ頃だっけ、もうざっくり中世って言っちゃうけど、モンゴルのね、まあ世界征服を目指してじゃないけど、チンギスハンのその頃を時代背景とした作品で、その中のモンゴルに攻め込まれてた一つ、ビジャっていう国があって、そこの女王、このオットっていう女王がいるんだけど、を描いた、そんな作品になってます。まあどこまで史実に沿ってるのかは分かんないんですけど、かなり読み込ませる。これも表紙見ていただけたら分かると思うんですけど、画力もさることながら、人物がいいんだよこのオットと、あとね、インドに中国のね、牧師の流れを組んだ牧歌っていう存在がいて、そこに助けを求めるんですけど、このオットが。それで駆けつけてくれるね、なんだっけ、ブブだったかなっていう牧歌の一人がいるんだけど、もうその二人のキャラクターがめちゃくちゃいいし、で、もうビジャの国の周り、モンゴル兵に囲まれてるんだけど、敵はそれだけじゃないんだよね。なんて言うんだっけ、内憂外患って言うんだっけ。外は敵ばっかりで、中にも、なかなか一枚岩になれない、そんなピンチなのに、まあ、政治であったりね。そういったのも描かれてて、かなり読み応えがあります。そんな作品。まあ歴史もの、歴史ものではないかな。まあタイガーに近い、タイガーがお好きな方にはおすすめかな。読み応えバッチリです、これ。で、お次。これね、個人的にめちゃくちゃおすすめ。じゃじゃーん。茜さすザクロの都の3巻です。ね、入江先生の北北西に雲という系、あれが好きな方だったら多分刺さる。北北西がアイスランドを舞台にしたお話なんですけど、こっちの茜さすはスペインを舞台にしてます。で、そのスペインの文化であったりね、気候であったり風土、まあそこに生活してる人々の暮らしっていうものを存分に堪能できる。プラス、名前忘れたねごめんね。これがね、通常運転なんだ私、よろしくないよね。名前が出てこない。完結感って書いてある、これ嘘でしょ。ごめん、ちょっと今帯見てショックな事実が判明した。最終巻らしいこれで、名前はね、ごめん、ここに書いてあったわ。夏樹とアルバ、こっちの男の子が夏樹くんで、こっちがアルバ。まあこの二人、まあ主に夏樹くんかな、の成長物語、スペインの文化を堪能しながらこの夏樹くんの成長を見ることができる、すごく素敵な作品なんですけど万巻の完結感って書いてあるんだよね、帯の裏に。ちゃんと読んどけってね。ちょっと、うん、私も今知ってすごい勝手にショック受けてるごめんなさい。うん、まあでもそんな作品。なので、まあ3巻で終わっちゃうらしいから手に取りやすいと思う。3冊だけだからね。
まあ、北国星が好きな方、もしくは今のでねちょっと気になったよっていう方はぜひ読んでいただきたいかな。めちゃくちゃショックだな。はい、まあ気を取り直してお次、じゃじゃん、赤い実はじけたの一巻です。でこれ一巻ってナンバリングついてるんですけど、パラパラっと見た感じ短編集です。でこの高橋夏子先生は作品としては惑わせる女たちっていう春田の作家先生たちが書いたオムニバスの漫画があるんですけど、それでね作品読んだことあるんだけど、こういう単行本で買うわ、ちょっとごめんね、さっきのショックが抜けてない単行本で買うのは初めて。うん、まあザ・ハルタといった感じのラブストーリーかなっていう感じ、パラパラっと見た感じね。まあ読んでいくのが楽しみ、そんな一冊になっております。でお次、じゃじゃん、とある日のすごく不思議です。これもうみんな大好き宮崎夏樹恵先生の短編集になるのかな、ごめんねまだ見れてないんですけど、でこの先生がだいぶ前に過去にねご紹介したことあるんですけど、夢から覚めたあの子とはきっとうまく話せないだったかな、をきっかけで知って、でさらにね、このチャンネル見てくださってる方からこの作品も面白いですよっていうので、これが私の中では宮崎先生4冊目かな、すごく自由、人間の感情ってね喜怒哀楽だったりだとか、まあ、好きだとか嫌いだとかあると思うんですけど、そういったものって自由なんだよ表現の仕方って、っていうのをめちゃくちゃ教えてくれる、かなりこの宮崎先生独特な感性表現方法で人間の喜怒哀楽だったり、まあ辛いとか悲しいとか嬉しいとか、まあ好きだとか嫌いとか、そういった人間の感情をものすごく個性的に表現してます。一度ね、まあどの作品何冊か出されてるんですけど、この先生どれでもいいので一冊読んでほしいな、でこの宮崎ワールドを感じてほしい、それぐらいかなり独特な表現で人間の感情っていうのを表現されてる、それがねめちゃくちゃツボった、私は。うん、これ個人的にはめちゃくちゃおすすめな先生、宮崎夏樹恵先生。うん、でお次、これで最後です。でね今日ねずっとこれ引きの絵だったのは理由があります。というのもこちら、じゃじゃん、全部入ってるかな、プラスチックガールです。これはね掘り出し物見つけた感が半端なかった。この古谷宇佐丸先生、一番有名なのだと女子高生に殺されたいだったかな、あれが結構重版もかかってるし真相版も出てるから有名だと思うんですけど、それ以外にもいろいろ短編集書かれてる先生で、まあちょっと癖が強い、なのでうーん割と人を選ぶかもしれないなんですけど、一度この世界観を味わったらっていうような先生、スルメ先生噛めば噛むほどっていう感じで、このプラスチックガール、まあ、一人の少女を主人公として、その少女がどんどん成長して大人になっていく過程を描いてるんですけど、今の説明だけだとね、まあ大人の階段登るじゃないけど、まあ割と肯定的なお話が多いと思うんですけど、逆、すごく
なりたくないんだよ、大人に。大人になっていくことによって、今まで自分が許せなかったことをどんどん許してしまう自分が生まれてくる。そういった感情がもう許せない、大人になりたくないっていうのをめちゃくちゃサイケな感じで描いた、そんな作品になってます。まあ、ちょっと絵本っぽい感じもある。1ページ漫画でどん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 その少女の心の葛藤であったり、なんだろうな、心情、そういったものを描いてるんですけど、これもまた表現方法もうほんとザ・サブカルっていった感じ。ちょっとエログロな感じがありつつ、その少女の心情をうまく紙面全体で表現している。その紙面全体っていうのがもう単純な小回りだけの話じゃなくて、そのコマ自体もちょっとアートっぽく表現されてたりだとか、かなり手が込んでる。なのでお話だけスッて読むだけだったら、まあ、ページ数そんなにないのでね、読み終わっちゃうんですけど、深掘りしようと思えば思うほどどんどんドツボにはまる、そんな作品です。これめちゃくちゃ衝撃受けた。もう本当漫画っていうよりかはもうサブカル本っていった感じの方が近いかな。で、絵本テイストでお話が進んでいくんだけど、まあなかなかグロい部分があったりだとか、うん、表現がかなり奇抜です。そうだね、奇抜で、このフランスのなんだこれ BD 界の巨匠にて映画監督エンキビラル氏も絶賛。知らないんだけどね。知らんエンキビラルって監督、うん、これはちょっとマジで掘り出し物見つけたなっていう感じで、めちゃくちゃテンション上がりました。ぜひ見かけたら手に取っていただきたい、そんな作品になってます。はい、というわけで今回はあれだね、購入漫画紹介を終わります。で、ほんとごめんなさい、しばらく期間空いちゃったんですけど、やっぱり下手くそになってるね、喋りはい、というわけでここまでご視聴ありがとうございました。次回ダメだよ、次回の動画も楽しみに。バイバイ。